本庄電気軌道。本庄電気軌道は、かつて、埼玉県小玉郡本庄町、現在の本庄市中心部と小玉郡小玉町、現在の本庄市小玉町地区を結んでいた、路面電車線。八高線開通前、陸の孤島状態であった小玉町やその西の群馬県、田野郡小西町、現在の藤岡市小西地区と高崎線を連絡する、交通機関として活躍した。 高崎線の本庄駅の南側構内を起点とし、専用軌道で線路に寄り添うようにして走った後、銀座通りから続く道の踏切そばで左折、道路上に出て市街地を抜け、国道462号をひたすら平用軌道で小玉へ向かっていた。終点は小玉と称したが、現在の小玉駅とは別の場所で市街地の北、八幡山地区の入り口に位置した。 車庫は本城、本玉両方に存在した。本社は本社に置かれ、ちょうど本社電停を出た線路が道路上へ飛び出し、一つ目の奈良県長電停に入る、背後、現在の高崎線の奈良県町踏切のすぐ南東にあった。またこの向かい側に道を挟んで変電所が存在していた。本社と小玉の間に交通機関を作ろうとした。その動機は、 当選の特許申請書などの公文書に一切不説の趣旨が記されていないこともあって、はっきりとしたことは不明である。しかし、本庄、小玉領長の小玉郡内での立場と、その相互関係について見ることで、ある程度まで推察が行われている。江戸時代から本庄は、中仙道の宿場町として、小玉郡内の行政、経済の中心都市として栄えた都市であったが、 明治時代以降にはそれを受け継いで商業都市となる、ばかりでなく、地場産業の絹織物と製紙業を核とした産業都市としても栄えるようになる。日本鉄道、現在の高崎線の開通により、本城は交通の要衝となったばかりでなく、軍内での繊維産業の中心地となり、街中には眉問屋や紡績工場が林立するようになった。このために、 原料のユの取り扱い量が爆発的に増えることとなったのである。これに伴って存在が大きくなったのが隣町の小玉であった。小玉は明治に入ってから養蚕技術が飛躍的な進歩を遂げた地であり、埼玉県内有数の一大養蚕地帯として県の養蚕業を先導する存在になっていたのである。このようなことから自然、近接している両者の関係は緊密となり、 大量の繭が小玉から本庄へ運ばれるようになったばかりでなく、人の往来も激しくなった。このようなことを背景に、この両者を結ぶべく、日本鉄道の開通と本庄駅の開業直後から、様々な交通機関の開設が模索されるようになって、いったと考えられている。当選のそもそもの母体となったのは、本庄町長、松本文作が、 発起人となって1909年に出願された馬車鉄道の計画である。当時はまだ一般的な交通機関であったが、あえなく却下されてしまい、松本らは1911年から当時としては珍しいバスの運行を行うことにした。そしてその運行方々、1912年に本庄駅から本庄町、北泉村、京和村を経て、小玉町八幡さんに至る。 電気軌道の特許を出願した。これが本条電気軌道である。軌道特許出願前に馬車鉄道、バスと短い間にコロコロと形態を変えているのが得意であるが、これに関しては当時から松本らによる様々な形態の交通手段の導入による実験的な試みと取られてり、現在もそうであったと考えられている。それを証明するかのようにバスは 軌道のの特許が下りた、直後1913 11年月に廃止となっている。この本庄電気軌道は発起人20名のうち1名を除いてすべて本庄町や小玉町をはじめとする沿線の有力者で株主も同様の顔ぶれになるなどほぼ完全に地元資本の会社であった。また社長の松本が町長であるほか他にも 県議会議員など公職についているものが多く、含まれているのも特徴であった。途中一部区間の工事方法変更や、電気工事関連の変更などを挟みながらも工事は順調に進み、1915年9月20日には、本城小玉館が無事に開通することとなった。この開業すぐの頃は、自分たちの街に唐突に現れた電車に、 地元の人々は大変珍しがりこぞって乗車、一度で乗り切れないほどの盛況であったと言われている。以降、当たり線は小玉町を中心とする小玉郡南部地区の唯一の交通機関として運営を続けていた。特に小玉方面へは、金沢神社や大甲府祥事への参詣に出かける全南全女や、よもだにある三大神社のお祭りに出かける地元民の 輸送など、日常生活以外の場面においても貴重な足となった。しかし、開業6年目の1920年に突如激震が走った。救い馬車という会社が、本城小玉間に1日中に往復のバスを走らせると表明したのである。これが実現すれば、本数で劣る、当選には大打撃となるところであった。ところが、この件は意外な展開をたどった。 つくい馬車は、県からの許可を受けて1921年7月から、バス営業を開始したものの、わずか4ヶ月で定期の運行を休止し、あとは権利を維持するためだけに時折不定期に、運行する程度の営業しか行わなかったのである。しかもバスの運賃は片道50銭で当線の2倍近くと、全くお話にならないものであった。これで当線の地位は揺らがずに済んだかと思われた。 ところが1924年、今度は、津久井馬車の持っていた、バス営業券を、小玉町の事業者、小玉自動車が買収し、本格的に営業を開始した。しかも今度は片道30銭と、明らかに、当選に挑戦するような運賃設定であり、完全な競争路線となってしまった。これに、危機感を持った松本社長は、当事県議会議員となっていたことから議会で県の、 対応を非難するとともに、自分たちが、かつて競争相手となる、バッシャ会社を買収するという形で競争を避け、一生懸命経営してきたことを訴えたが、県側からは、全処すると返されどうにもならなかった。やむなく会社は1926年に、バス兼業を申請し、電車と同区間の路線バスを走らせることでささやかな抵抗を、開始した。しかしそのうちに、 電車が担っていた小西方面からの旅客がバスに流れ、旅客の著しい現象が起こり始めた。さらに昭和に入ると八甲線が小玉町中心部を通る予定であることが判明し、存在意義が大きく揺らぐ事態になった。そこで、会社は1930年6月1日に全線を休止し、休止を延長しながら様子を見ていた。 しかし一向に復活できそうな気配が見えなかったばかりか懸念事項だった八高線が1931年7月1日に開通して玉駅が開業したことにより当線を用いて本庄駅を経由する必然性がなくなってしまいいいよいよ追い詰められた会社は廃止を決意することになったそして1933年5月1日当線は休止のまま廃止となり 19年間の生涯にピリオドを打ったのであった。廃止後、会社は兼業であったバス事業を本業に転換し、バス専業会社となった。この路線は後に東武鉄道へ引き継がれ、現在は朝日自動車の路線となっている。1930年頃、ここでは9電停設を取ったが、8電停設もある、工術の七軒調停車場跡記念碑解説版など、 この場合は、吉田林電停がない。これは、当時の地形図が主要な電帝しか載せていない上、資料が少なく電停の有無について整合性が取れていないためである。これらの電停のうちきちんとした駅舎があったのは、両端の本条、小玉電停のみで、それ以外は電柱に、腹巻きで電停名を示しただけで、安全地帯もなかった。 また、電停でもないところで客扱いを行っていたとの証言もある。交換設備があったのは高関電停のみで、ダイヤ上普段は使用されていなかったと見られている。本条電停は、鉄道省本条駅の構内の南端にあり、商船側から古船橋がそのままつながっていた。ただし、この古船橋は当然への乗り換えをしようととして設置されたもので、 商船駅の南口通路として強用されていたわけではない。電停は専用軌道で2面2線、車庫や貨物ホームが設置されるなど、路面電車の電停というより、商船の駅に乗り入れている私鉄の駅のような過去駅であった。本庄駅前でないのもそのためである。なお、営業当時、周辺は市街地の中に取り残された田園地帯であり、 小船駅自体の出入り口も存在しなかった。小玉電停は、現在の小玉駅の北、ちょうど国道のガードがある前、長浜町交差点の手前に存在していた。ここまで、平用軌道で来た線路は東電停手前で南に、外れ、専用軌道となって、終点となっていた。電停の構造は明らかでないが、二線構造で車庫が存在した。電停周辺は、 本庄電停と違って、長浜町と俗称される小玉町の中心商店街の一部であり、ターミナルとしての繁栄が見られた。電停にも隣接して飲食店が設けられ、待合中にうどんなどが食べられるようになっていたと伝えられている。小玉付近に八高線が開業したのは、本町電気軌道が営業を休止した後の1931年7月1日であり、 事実上接続していたことはない。ダイヤは1918年の時点では1日8往復で、本条発は始発8時、終発19時5分、小玉発は始発7時10分、終発18時5分となっていた。後1925年には1日9往復となり、本条発は始発8時5分、終発18時40分、小玉発は 始発7時25分、終発17時45分となった。遅くとも19時過ぎには、運行を終えることになり、全体的に早じまいのダイヤであった。運賃は1918年の時点で全線片道19線、往復35線であった。しかしこの時期第一次世界大戦の影響で物価が陶器していたため、ちょくちょくと値上がりがあり。 1919年には片道21線、往復41線、1925年には片道27線となっていた。電動車3両、付随車1両、貨車2両の計6両が在籍した。車両はすべて梅鉢鉄工場製である。なお機関車は在籍せず、貨車は電動車によって牽引された。 廃止されてからすでに60年以上が経過していること、また、幹線道路上を走っていたことから、痕跡はほとんど何も残されていない。本庄電停は戦後まで、施設の一部が残されていたが、やがて、本庄駅南口の開設により、敷地が丸ごと平損された形となった。ホームのあった場所は、市営の自転車置き場と市のインフォメーションセターの敷地、構内は、 南口広場の北側部分に相当するが、わずかに広場北側、再開発前まで残されていた、港内南の道をなぞった部分がその外角の一部を止めているに過ぎない。専用軌道部分は、高崎線横の細道として残されているが、すぐに途切れてしまっている。このほか本庄側で痕跡が残っているのは、踏切前で専用軌道から、 平用軌道に入る部分の交差点の角が丸く、面取りされているところくらいのものである。変電所跡地は、東武鉄道のバス車庫、タクシーの営業所と変遷を経た後、現在は、商店となっている。一方の終点である小玉電停は、全くのさら地となっており、近年道路の新設と改修が行われたこともあって、ここに専用軌道の電停が存在したとはにわかに、 信じがたいほど壊滅している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。